森本さん、先ほどは僕の態度で不快にさせてしまいすみません。改めまして、今日からこちらの部署でお世話になります久保です。よろしくお願いします。いや、もう一回挨拶されても、さっきの不快感がなくなるわけじゃないからな。お前さ、高卒のくせにちょっと評価が高いからって調子に乗ってないか？またそれですか。お前が高卒である以上、ずっと言われ続けるんだよ。この会社に入る資格を持ち合わせてもいないのに、コネ入社して恥ずかしくないの？僕はコネ入社なんてしていません。嘘つけ。高卒がこの会社に入れるわけねえだろ。言っとくけど、たとえお前が社長の隠し子だろうが、俺は容赦しねえからな。僕はそんなんじゃありませんよ。自分の実力で入社したんです。高卒が実力で一流企業に入社とか、そんなファンタジーな話があるわけないだろ。一体どんなコネを使ったんだよ。教えてくれよ。僕がコネ入社だって噂を広めていたのは、森本さんでしたか。最近いろんな人に言われるんですよ。社長の隠し子だとか、人事部に大金を支払ったとか。どれも事実でない情報なので、やめていただけますか？はぁ？何の話だ？お前がコネ入社を疑われるのは、お前が高卒だからだろ。それに対して優秀でもない。人の手柄ばかり奪って評価を上げてるんだろ。だからそれも森本さんの想像じゃないですか。そう思うなら、僕がいた部署の人間に聞いてみてくださいよ。僕は汚い手なんか使ってませんから。お前のいた部署全体が腐ってるんだよ。会社のガン。はい？お前みたいな高卒の無能がのさばれる場所ってことだろ。そんなとこでいくら活躍したところで無駄。どうせ淘汰される運命なんだよ。森本さんの部署の人はみんなそんな考え方なんですか？当たり前だろ。お前が挨拶に来た時のみんなの反応を見たか？ずいぶん嫌そうな顔をしてただろ。よくあの空気の中仕事ができたよな。皆さんが嫌そうな顔をしていたのは、森本さんが僕に理不尽に絡んでくるからだと思ったんですが。俺は部署内の全員から尊敬されてんだ。嫌な顔なんてされるわけねえだろ。いいか、この部署を仕切ってるのは俺だ。お前には俺の命令を聞いてもらうぞ。はあ、わかりました。ちょっといろいろと考えさせてください。考えるって何をだよ。久保さん、お待たせしました。これが森本さんから届いた LINE のスクリーンショットです。部署内のほぼ全員分あります。こんな大量に？はい、気に入った女子社員にはほぼ毎日 LINE を送るんです。それに失敗をした部下には長文で恫喝、お気に入りの部下には毎日自分語り。彼はこの部署で最も歴が長いというのを鼻にかけて好き放題やってるんです。逆らう人間はいなかったんですか？ええ、彼は文句を言わなそうな気の弱い人を選んでやっていましたから。でも昨日、僕は部署内の全員の前で彼に侮辱をされましたが。はい、私も驚きました。おそらく彼も調子に乗っているんでしょうね。きっと、もうここでしか呼ばれる場所がないんでしょう。かわいそうな人です。ちなみに、早川さんはどういった被害を？私もこの部署に配属になって間もないんですが、毎日のように飲みに誘われています。多分気に入られちゃったっぽくて、一度だけ飲みに行ったことがあるんですが、かなり距離が近くて不快だったので、すぐ退散しました。なるほど、どうしようもないな。わかりました。いろいろと情報を聞かせていただき、ありがとうございます。久保さんが彼のことをどうにかしてくれるんですよね。はい、任せてください。僕も被害を受けた一人ですし、彼のことは許しませんよ。考察ってだけであそこまで、一体何が彼をそうさせるのか。人を見下したい人っていますからね。特に彼みたいな人は、学歴くらいしか威張れることがないんでしょう。自分の尊厳を守るための行動なんでしょうね。こちらとしてはいい迷惑ですが。本当ですよ。よそでやってほしいもんです。まあ、あとは任せてください。いろいろとご協力、ありがとうございました。これだけ証拠が揃っていれば、彼を辞めさせることは難しくないと思います。彼を訴えたいって人もいるでしょうね。もちろんですよ。慰謝料を踏んだくってやります。なんだか、上司だからってこれまで我慢してきたのがアホらしくなってきました。上下関係というのはそれだけ根強いんですよね。向こうもそれを利用してきてますし、逆らえなくて当然ですよ。それじゃ、僕は仕事に戻ります。あと少しだけ辛抱してくださいね。はい、
本当にありがとうございます。それにしてもすごいですよね、久保さんは。彼にあんな扱いを受けてもそんな風に冷静でいられて。いや、内心ブチ切れてますよ。おいお前、まだいたのかよ。昨日あれだけ言ってやったのにまだわかんねえみたいだな。森本さんの言いたいことはわかりましたけど、だからって僕はどうすればいいんですか？今から大学に通い直せばいいですか？やめとけやめとけ。お前みたいな低能が今更大学行ったって何にもならねえよ。大体これまで努力ってものをしてこなかったくせに、今から大学に入れると思ってんの？ああ、もうやめませんか、この高卒がどうのってくだり。昨日もやりましたよ。ああ、お前高卒の分際で口答えする気か？俺はお前の上司だぞ。もしかして学歴だけじゃなく常識もないのか、お前には。もういい、お前はとっとと異動願いを書け。書きませんよ、配属されたばっかりで。お前がいるとこっちがいい迷惑なんだよ。高卒の分際でこのエリート部署に配属されたのは何かの間違いだ。低学歴は邪魔だから異動願い書いてた部署に移れ。俺の立場知ってて言ってる？え？俺の立場だよ。お前昨日から随分舐めた口聞いてるみたいだけど平気？もし俺がお前より上の立場の人間だったらどうすんの？お前何言ってんだ。お前は俺より10歳以上も若いし入社も遅いんだぞ。どうしてお前が俺より上の立場になるんだよ。そんなのありえないだろ。はっ、ダメだ、腹痛い。やっぱ高卒って考えることがおかしいんだな。俺は出世して部長になったんだよ。そうなんですか。やべえな、ついに頭がおかしくなっちまったか、こいつは。やっぱもともと脳の作りがおかしかったんだろうな。ああ、じゃあ証拠を送りますよ。僕に降りた事例の写真を送ります。それで納得していただけるはずですから。これは何かの加工か？いいえ、これが加工に見えますか？あれだったら様々な角度からお見せして差し上げますよ。じゃあ、お前は本当に部長になったってことか？ええ。ああ、いや、その、知らなかったんだよ、仕方ないだろ。俺だって、あんたが部長だって知ってればあんなことは。お前からあんたに変わった。急に敬語を使うのは恥ずかしいから、徐々に移行させる作戦か？いや。見てて面白いけどな。俺は部長だぞ。問答無用で敬語を使えよ。社会人として当たり前のことだろうが。はい、申し訳ありません。それだけじゃ足りねえよ。俺は心にひどい傷を負ったんだ、お前のせいでな。一体どうしてくれるんだよ。申し訳ありませんじゃ済まないよな。じゃねえよボケ。さっさと答えろ、仕事ができるんだろ。それならこういう事態にも即座に対応してみろ。仕事できるってとこを見せてみろよ。すみませんでした。すみませんでしたじゃなくて、どう責任を取るんだって聞いてるんだよ。じゃあ、何でも好きなものを。何が悲しくて俺はお前におごってもらわなきゃいけないんだよ。あのさ、こういう時にやることって言ったら一つだろ。土下座だろうが。土下座？ああ、そうだ。今すぐ部署に土下座しに来い。でも、これは我々の問題ですから、他の社員たちの前では。残念ながら、お前が謝罪する相手は大勢いるんだ。もしかして自分で心当たりないのか？どういうことですか？お前、自分は社員たちから尊敬されてるって言ってたよな。残念ながらそれは間違いだ。彼らはみんな、お前に恨みを持ってるんだってよ。いや、そんなはずは。だって我々は円滑なコミュニケーションを。それ、本当にコミュニケーションか？一方的な押し付けじゃないのか？例えば早川さん、お前、彼女に毎日のように誘いの LINE を送ってるそうだな。彼女は毎回断るか無視をしてると聞いた。一体どこが円滑なコミュニケーションなんだ？だって、本当に嫌だったらブロックするでしょ。そうしないってことは、彼女は照れてるだけなんです。初めて飲みに行った日だって、ちょっと近づいただけで顔を赤くして帰っちゃったんですよ。彼女は経験が少ないだけの照れ屋さんなんです。決して嫌がってるわけじゃ。お前の認識、狂ってるぞ。本人が嫌だったって言ってるんだよ。それに彼女だけじゃない。この部署内の社員たちから大量の告発が上がってる。証拠付きでな。お前をクビにするのに十分な量だ。ク
首？ちょっと待ってください。それはおかしいでしょ。何がおかしいんだ？俺は部長だぞ。その権限はある。それに、俺は内部監査の役割も命じられている。もともとお前の評価は良くなかったんだ。だから部長になったついでに、それを探ろうとしていたんだ。そんな。もうちょっと時間をかけるつもりだったが、首にできるだけの材料は一瞬で集まったよ。それに、たとえ首にならなかったとしたって、社員たちはお前に訴訟を起こす気でいる。え？首になろうがなるまいが、自分を訴えた連中のいるような会社にはいられないだろ？ちょっと待て。訴えるってどういうことだ？話がまるでわからない。なんで俺が訴えられなきゃいけないんだ？はぁ、やっぱりこういう男って自覚がないんだな。こんな上司の下で、他の社員たちはかわいそうに。今すぐ土下座しに行きます。だから許してください。久保さんの言う通り、僕には自覚がなかったんです。言われて初めて気がつきました。なので、これからは最大限気をつけて。今初めて気がついたなら、過去の自分の行動に責任を取るのが筋じゃないか？それはもちろんです。ですから、今後もここで働かせてもらいながら、償っていけたらと。なので、僕の部下たちにも、そう説明していただけないでしょうか？反省してるから、今回のことは許してほしい。部下たちのことも説得してほしい。そんなファンタジーな話があるかよ。その後、森本さんは部署の人間たちの前で僕に土下座。そのまま自分の部下たちにも同様に土下座をして謝罪しました。しかし、主張の内容が許してくれとか、自覚がなかったとかそんなのばかりで、謝罪ではなく、保身目的であったことは誰の目にも明らかでした。結局炎が消えることはなく、彼は会社をクビとなり、彼に不適切な扱いを受けてきた社員たちは、彼を訴えることに、彼の言動は非常に悪質だと認められ、社員それぞれへの慰謝料の支払いが命じられました。独身で、友人もいなかった彼は、誰にも頼ることができず、借金をする羽目に、もともと能力も高くなかった彼は、再就職もうまくいかず、今では非正規の仕事をいくつも掛け持ちしながら、なんとか借金を返す日々だそうです。いくら学歴があったって、それを活かせなきゃ意味はありませんよね。